兵庫県丹波市。蛇山に築かれた岩尾城は、この地を治めた和田氏の城です。天正7年、明智光秀が攻めてくると、岩尾城は落城。丹波を平定した光秀の城となりました。光秀滅亡後の天正14年、近江から豊臣家臣佐野氏が入りました。慶長元年、佐野氏が近江に戻ると、秀吉の命令で取り壊されました。標高358メートルの山頂に位置する本城は、北側と南側で様相が異なります。北側は土塁や堀切で構成されていますが、南側は総石垣で天守台もあります。天守台周辺から大量の瓦が見つかっていることから、瓦葺きの天守があったと想定されます。これは和田氏が築いた戦国期の様式と、光秀や佐野氏が改修した食宝器の様式が混在しているからです。